八重川看板は、カバノキカカバノキ族の植物。落葉鉱木である。日本、中国、朝鮮半島、東モンゴル、極東ロシアに分布する。イギリスに伝えられ、アーノルド植物園でも見られる。日本では、本州の長野県、延山で生育し、絶滅危惧種となっている。小規模な群衆が北海道土地島列島でも見られる。 この種は20メートルに黒い樹皮に覆われ、赤褐色、または暗い茶色で光沢があり、無毛の枝がある。傭兵は0.51.5センチメートル、3.55センチメートルの、傭心は卵形、楕円形、菱形のいずれかである。メ下カは、果樹が直立、または垂れ下がり、花柄は長い。ストの長さは5、6ミリメートルで皮張り形である。種子も、 楕円型で無謀の種種を実らせ、膜状の翼をつける。6月から7月に花が咲き、果実は7月から8月に実る。大陸部においては、優先種となっている地域があるが、日本では短期や小林分として分布する場合が多い。日本における分布域は、山梨県、長野県、群馬県、埼玉県と北海道の十勝、オホうツク、日高館内である。 日本における分布域は緩斜面や未熟な歴史度という共通点がある。環境省のレッドリストでは純絶滅危惧に分類されている。ありがとうございます。